どうも、あ、はいちです。ね、今週はカット編集なしの回で短く済ませますので、ぜひね、休憩がてら最後まで聞いていってください。で、今週何話したいかっていうと、まずこれ見てほしくて、ドン、えー、もう無理かもしれませんっていう。特に受験生の方から、えー、すごくこの時期は多くいただきます。このメッセージをね。で、正直気持ちはわかります。特に大学受験の時は、ほんと伸びなくて。 勉強めっちゃ頑張ってたよ。で、あ、ちなみに、これ見てくるみんな、自分は努力できてないって思う方もいるかもしれないけど、努力してるからね。努力してて、なんとかしたくて、苦しんでるから、多分この動画をクリックして、今ここまで聞いてくれてるわけなので。全く努力してなくて、関係ないしっていう方は見てないから時間の無駄だもんだって。ここまでそう感じると思うんでね。だから努力してるんです。みんなもね。で、俺もしてた。してたよ。してたけど、なかなか伸びなくって。 で、伸びない時ってどう感じるかっていうとさ、周りがすげえできるようになってる気がするんだよね。もともとできている人はさらに遠くに行ってしまっているし、あれって、自分より後ろだと思ってたやつがあれ近くにいるえ前みたいな。どんどん抜かれていく気がするんだよ。で、そういった感覚に陥っていくんだよね。で、気持ちが病んでいってしまう。だから、勉強机に座っても、 このペンが動かなくなるんだよね。持って勉強しなきゃって座るんだけど、いろんなことを考えちゃう。で、あーだこーー考えてるうちに時間が経ってる。そんな時間が経ってる自分に自己嫌悪になるみたいな。で、気が病んでいってしまう方も多いと思うんです。で、今回、あの、そういうね、まあそういう時期だからさ。時期だから。でも、もちろん、あ、そう、でもね、その、今回の動画で伝えたいことは、諦めるなよって。諦める必要なんてねえよっていうことが言いたい。 言いたいんだけど、でも、本当に頑張りすぎちゃって、ね、頑張りすぎちゃって、休憩だったりとか、リタイアするっていうのが必要な方もいるからね。だから、全員が全員、諦めちゃダメだよっていうのを伝えるべき相手ではないかもしれない。ないかもしれないんだけど、でも多くの方が、やっぱり諦めない方がいいぞ。ってか諦める必要なんてないぞ。 俺もさ、もともと塾講師やってて、まあもうその時はさ、今みんなみたいに画面越しじゃなくて、目の前に生徒がいてさ、で、うちの生徒も、たくさん気が病んでました。ね、時この時期ね、やっぱしんどくなってくるからさ、受験のプレッシャーもあるし、で、まあ面談師とかで話をして、たくさん生徒の涙を <laughs> 見てきましたけど、で、そこでやっぱりいつも思っていたのは、自分がさ、できるようになってる気がしないんだよね。前に進めてる気がしないんだよ。でもね、まあ俺は担当の生徒じゃん。で、生徒で、外から見てるからさ、 めちゃくちゃゃく変わってんのよ夏前とかまあその長いスネーク見てる子だったら1年前2年前と比べたら別人なわけよだからそれを細かく言語化して伝えていくのこれがこうなっているってでも俺はみんなでそれができないみんなの普段のことは知らないし今日勉強した内容も知らないからねだから是非是非ね今日1日30分でも。 努力してたら30分努力してたら30分間の経験値を積んでんだって30分前の自分とは絶対に別人になってんだって1問2問英単語英語の単語5個6個それが新しく覚えただけでもたった5個違うよ5個5個も新しいことが知るようになったんだってでそれを自分で覚えなきゃいけないこっから。 もちろん前の人にね塾とか通ってる方とか学校の先生とか友達とかその辺も頼ったって構わない。いいんだよ。その人たちに言葉をかけてもらうのも大事。大事なんだけどでもやっぱりね自分で自分の褒めどころというか成果というか前に歩みをね進められたその部分っていうのを自分で確認して認めてあげることっていうのはすごく大事になる。まだ10月正直もっとやむぞここから。 11月、12月ってなってたら、その時に自分で自分の成長をちゃんと確認できる力っていうのは、すっごいみんなの武器になるし、精神安定剤になる。だからぜひね、俺はみんなにこと細かに言うことはできない。で言うことはできないんだけど、ただ一つ。ただ一つだけ、みんなは絶対に前に進めてるから。今日一日だけでも。一日単位だって変わってる。一週間だったらもっと変わってる。一ヶ月、二ヶ月、一年。 めっちゃ変わってるから。いいだから自分が日々勉強してできるようになったことをちゃんと寝る前に確認してから寝てくれ。一日で変われたこと、新しくできるようになったことを確認してから眠りにつく。それをね、いつも言ってることだけどね、いつも言ってることだけど、それをやりながら、ぜひね、明日からも一緒にね、頑張っていけたらと思います。いいかな大丈夫っていうのを伝えたくて、今回ね、喋らせてもらいました。 多分結局長くなりましたね。すいません。失礼しました。<laughs> はい。ということで、今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、3連休後、なかなかね、しんどいところはあるかと思いますが、今日話したポイントをちょっとでも使ってもらって、一緒にね、今週1週間も頑張っていきましょう。ほんじゃあ、またね。バイバイ。